今回は白津愉快2が実装された時に追加された。精鋭27区、第一小隊、出撃せよ、の紹介だよ。この任務は白津愉快2、しぐれ会2を含んだ編成で、2の3、4の1、5の5、6の5ボス S 勝利することで達成する任務ね。ということで、この中でもクリアが難しいと思われる、5の5と6の5に行ってみようと思うよ。というわけでまずは5の5から行くよ。編成は白露としぐれを編成することで、駆逐2隻が固定になってしまうため、残りの4隻だけど、個人的に制空権を考えて空母3隻、戦艦1隻にしたよ。次に装備の紹介だよ。上から順に、機関の指定がなかったので夜間空母のサラトガ海に。ボス戦で野戦までを想定して、夜間攻撃できるように装備を積んでるよ。昼戦は中波でも攻撃可能な装甲空母の方が良さそうだけど、装備の関係上こっちの方が無難ね。次に戦艦枠でアイオワ。高速艦統一編成のため、個人的にはアイオワ1択かなー。最近なら武蔵海2で高速化させるのも良さそうね。続いて随格海2号。装備はいつもここでしか使わないジェット機とカットイン装備定期。昇格海2号。こちらもジェット機とカットイン装備にしたかったけど、制空地が道中優勢になってしまうところがあったため、艦船を2つにしたよ。個人的になんだけど、最近できるだけ各制空地を調べて、制空確保と優勢の区切りを決めてるよ。今回の場合、空母3隻で、無理のない制空地確保が520ぐらいまでいけたので、道中戦闘はすべて制空確保、ボス戦のみ航空優勢に調整してるよ。高速艦編成のルート2戦目の敵編成だけど、片方は制空低く、もう一方が非常に高くなっていたりするから。ここだけ妥協して、確保まで取らず優勢でもよかったかもね。まあその辺は個人の艦隊、装備事情で変わってくるから、しっかり制空計算してみるのがいいと思うよ。自分はこんな感じで空母がどのぐらい編成できるかによって下の制空の取り方にしてるよ。まああくまで個人的なやり方だから、参考程度に思ってもらえればいいかも。さて残りの固定2枠、しぐれ海に。先日のメンテで情報修正もあり、対戦値が上昇したことで、先制対戦しやすくなったので、ボス戦での潜水艦対策のため対戦装備。最後に白津愉快に。白津愉も快2になったことで対戦値が上昇し、先制対戦が可能になったので対戦装備に。本当はどちらか対空カットイン装備にしたかったけど、個人的に5の5は駆逐艦がボスまで無傷でいけるとはあまり思ってないので、二人とも対戦にしたよ。装備編成はこんな感じだよ。あと支援は道中、ボス戦とも両方出しているよ。支援はなくてもクリア可能ではあるけども、クリア率を上げるためにも支援はあった方が良いかと思うよ。まあ大体支援があってもなくても、運が悪いと3戦目の先制雷撃で返される可能性はあるけども。今回は運悪く、クリアまで22回ほどかかったからなぁ。サラトガ任務は支援なしの2回でクリアできた記憶もあるし、改めて運ゲーなところを思い知らされる。さて、もう少し時間があるので白津愉快2の性能をランキング化してみようと思うよ。ステータスを再確認して思ったんだけど、飛び抜けた部分はないけども、全体的に高水準でまとまってるんだよね。特殊な装備では、特に引きない過程を装備できるから、陸上型への対策も良し。対戦値も高いから、先制対戦攻撃も可能。あと、レベルが109になると4式ソナー1つで対戦値が100超えられるそうな。戦闘商法を使う回2巻の中で、割と優先して育てていい巻になったのかなと個人的には思ってるよ。んじゃ、ボスマスに着いたので軽くボスマスのことに。今回、
ボスまでしぐれと白露が勝敗前の被弾だったら、単獣人で行こうと思っていたけど、白露が中波になっていたので、潜水艦を確実に倒すため、苦獣人で行くよ。若干ヒル戦火力に不安はあるけども、そこは決戦支援出して火力を補うように保険をかけてたよ。正直最近の5の 5S 勝利任務関係は優しくないから沼らないでほしい定期。まあ5の5はゲージを削るだけと S 勝利取るの波難易度が変わってくるものね。ここは見えてないけど航空優勢だね。というか、ここを空母3隻で制空確保を取るのはほぼ不可能だからね。制空確保まで取るなら、少なくとも空母5隻はいないと無理だからな。実際やってみてそうだったから。潜水艦は副従人のおかげで開幕で倒すことできたけど、反抗戦の副従人はヒル砲撃戦の火力が低すぎやしませんかね。まあこれで単獣人だったらヒル戦火力は良くても、逆に潜水艦を倒しきれなかったから仕方ないわね。この編成だと野戦火力も2人しかいないから、ヒル戦で2隻以下にできてなければ絶望だったわ。野戦派サラトが、アイオワ2人がきっちり落として、無事 S 勝利だよ。続いて6の5だよ。なんだかんだ思ったけど、6の5は普段の編成から雷順を外して駆逐を増やしただけな編成だから。ボス戦からだけ軽く紹介にするよ。戦艦は火力のため、武蔵海に。駆逐で空き付き方入れられないので、従順枠にマヤ海に。装備は個人的にいつも使ってるテンプレ装備になってるよ。続いて空母枠2隻。搭載数の多いイントレピッドと装甲空母で一番搭載数の多いサラトガで、制空400ちょっとでいつも通り。残りの指定の白露としぐれ。対空を上げるために空き付き砲を装備と、マヤの対空カットインの邪魔にならないように、水上電探を装備させてるよ。今回は開幕の基地航空でボスを中波まで持っていけたのは大きいわね。ちょっと下見えてないけど、随伴部隊はこれで全滅させてるよ。こっちは主力メンバーがみんな動けるからどう見ても勝ち確です。本当にありがとうございました。ということで今回は白露任務のまとめ動画で以上になります。個人的に難易度では5の5、あと動画では紹介しませんでしたが、4の1の羅針盤に振り回された任務になりました。それでは、ここまでのご視聴、ありがとうございました。